鎌ヶ谷駅からこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりフランだよ。ゆっくりキルノだよ。前回は京成のアクセス特急と北総線の電車に乗車して新鎌ヶ谷にやってきたのぜ。今回は新鎌ヶ谷に乗り入れる関東唯一の純大手私鉄新京成電鉄に乗車して津田沼方面に向かおうと思うよ。京成電鉄そっくりの違う会社だね。走ってる電車の中身は京成っぽいのも混じってるよね。ということで乗車していくのは新京成の8800型、新京成の0号化を推進した車両だよ。お、しかもこれ GTO VVVF の車両やん。塗装を変更したりフルカラー LED 行き先表示機化しても、引き類は昔のままっぽいな。なんか阪神の5500系とかと同じ感じの匂いがする。新鎌ヶ谷駅を発車だよ。初富、鎌ヶ谷大仏、二和向こう台の順に各駅に止まっていくのぜ。確かこの新京成は、純大手私鉄の 1500V ヘビーレール線で唯一各駅停車のみで運転しているんだよね。もう一つ、各駅停車のみで運転しているところはあるんだけど、そっちは第三機乗方式の北急だよ。なんか駅を出てすぐにすんごい鉄の擦れる音が聞こえるんだけどこれ何？実は、新鎌ヶ谷を出ると、すぐ大きなヘアピンカーブに突入して進行方向を約120度ほど回転させていくのぜ。このカーブは初富カーブとも呼ばれているよ。多分大仏と逆の方向を向いているから見えないけど、逆側に鎌ヶ谷大仏と呼ばれる大きな大仏がある。鎌ヶ谷大仏駅に到着。まあそのまんまの駅名だな。なんか今駅の改修工事みたいなのを行ってるからかなりごつくなってるね。高根高段駅に到着だよ。なんか変な名前。まあ高段って名前がついてるのは、この周辺を開発していた日本住宅高段の名前のうちの高段を、開発の感謝の印として駅名に入れたとも言われてるよ。今は民営化されて UR になっている会社だな。北奈良市の駅に到着だぜ。東洋高速鉄道との乗り換え駅で、新京成線内4にの利用客数を誇る主要駅だね。みんな東洋高速鉄道の直通先の東西線に乗車するために、この駅で降りて東洋高速鉄道の改札の方に向かってったよ。まあ東京メトロの東西線は屈指の利用客数を誇るからね。JR 津田沼との乗り換え駅、新津田沼駅に到着だよ。この周辺は奈良市の地域で最も栄えてるとも言われているぜ。まあ実際奈良市の市の中心駅は、京成津田沼駅だけどね。そっか、市役所が近い方の駅が市の中心駅になるもんね。お、すれ違ったのは新型車両8万型だ。現状3本しかいない新京成のレア車両だよ。いやいや、引き運さっきからエグいな。まあしかも動画には収めてなかったけど、途中駅で8900型ともすれ違ったしね。8900型ってそんなレアなの？まあ3本しかいないってのもあるけど、一番は元 YG パンタってことかな。あれ？なんか線路一本消えてない？実は、この新津田沼から津田沼駅の区間は、新京成で唯一の単線区間となっているんだよね。あと、すんごい床下からレールの音がギリギリいってる。まあこの区間の線形を見てもらえればわかる通り、S 字カーブになっているんだよな。うっぱすっぽいカーブ。住宅地の多さなども関係して、この区間は単線で線形が悪かったりするのぜ。京成津田沼駅に到着だぜ。この駅でホーム変わって、京成本線に乗車していくんだよね。それにしてもやっぱり終点だから人多いよ。ということでやってきたのは京成3000型、特急成田空港駅だぜ。京成線内の最大勢力を誇る主要車両だね。合計で確か320両くらいが製造されてるんだっけ。方面は降りたホームです。この特急列車は、八千代台、勝田台と停車して、京成桜から先成田空港まで各駅に停車していくぜ。桜まではかなりの駅を飛ばすね。まあ本線沿線の主要駅から、空港までアクセスする空港アクセス需要もあるからね。八千代台駅に到着だよ。駅前にいろんな店が立ち並んでてまさに主要駅って競争をしてるな。まあ回送列車と臨時列車以外は、すべての列車がこの八千代台駅に停車するからってのもあるかな。
高速鉄道の終点駅として有名な勝田台駅に到着だよ。てか京成のドアチャイム近鉄っぽいね。どうでもいいけど、なんかこの3000型のドアエンジンの空気の音、ちょっと阪神の5700系みたいに聞こえる。印旛沼のあたりに来たら急に田んぼが現れてきたね。ここあたりまで来たら、一気に東京の都市圏から郊外の主要路線って感じのイメージが一気に強くなってくるな。通過駅のある区間は終わって、京成桜駅に到着だよ。待って待って、3400型やんけ。元スカイライナーの AE 型の足回りを有用してできた魔改造電車だな。今の時点だと2本しか残ってないし、絶賛捕食者の食料となってる超激レアな車両だよ。やっぱレア車両に呪われてるやんけ。ということで相互参道駅にやってきたよ。とりあえずこの駅でさっき言った回送の3400型を待ち伏せしよっか。さっき桜にいた3400型3448編成がこっちまでやってきたよ。おそらくこの駅で折り返したりするのかな。多分車庫に入線するんだと思うのぜ。絶滅危惧種の電車見れて嬉しいね。いやー、こんなレア車両の入庫シーンを見ることができて嬉しいねー。本当に思うが、今回の旅の車両運良すぎな。レア車両ヒーターとはしっかりトプナンも引いていくスタイル。まあ2003年に製造されたサイコさんだから許す。逆に50編成くらいある中でトプナン引ける運もすごいけどね。成田市の中心駅、京成成田駅に到着だぜ。JR よりも利用客多いし、立地いいしのいいとこ取りしてるよね。駅前もたくさんのホテルやマンションが立ち並んでて、夜に空港を訪れた人を止める気満々の体勢。の東成田方面の線路と分岐して、こっちは成田空港第2ビル、成田空港駅を目指すよ。お、近く間に入ってきたね。近く間に入ってきたらもうすぐ成田スカイアクセス線と合流だね。成田スカイアクセス線と合流して成田空港第2ビルに到着。次は終点の成田空港駅だよ。ということで終点の成田空港駅に到着だよ。まさかの途中で3400型を見ることになるとは思わなかったのぜ。てか成田空港に来たってことはスカイライナー乗るの？その通り、次回はスカイライナーで160キロの次元を体験しつつ上野へと向かおうと思ってるよ。おお、日本最速の特急に乗車できるんだね。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいよ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。